おはようございます。お待たせいたしました。まあそんなに向きになって手叩かなくてもいいですよ。骨折します、骨折ねえ。アリオ札幌1階ハーベストコートにようこそいらっしゃいました。ようこそ。そして SEB ラジオ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、あそこカメラねえ、ご覧の皆様、はい、おはようございます。おはようございます。私が STB ラジオの木村洋二でございます。よっ、よちゃん、よっ、ありがとう、よっ、あー、パートナー、本日この方、はい、私 STB ラジオパーソナリティの奈良まなみです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。重鎮を連れてまいりました。重鎮、ベテラン、ま、熟女目方も重いけどねみたいな。いやいやもうね、奈良ちゃん、はい、やっぱりねこういうステージはね、はい、SEB に入って1年目です、2年目ですとか、はい、ああいうチャラチャラ系はダメです。やっぱりチャラチャラ系出てきます。いやいろんな人間がいて面白いラジオですから。そうですか。そうです ね、 ね、はい。で、平民、それ T シャツなの？昨日もいらっしゃって、昨日違う色でしたよね。そうね、私も YouTube で見てました。はい、あなた YouTube で見てた。家で今ももう YouTube で配信されてるでしょ。配信されています。全世界に。何色持ってらっしゃるの？10色持ってらっしゃる。その中で昨日今日、ね、大事な2枚着てきてくださってるんですよ。いやもうね、変わってる人だね。ありがたい。嬉しい ね、 ね、ファンというのはね。そうなんです、はいはい。で、今日もですね、もう次から次へと、はい、本当になんかもうここあの何クールダウンする時間ないんですよ。そうなんです、ね、もういろんなパーソナリティというか珍獣が出てまいりますんでね、お楽しみいただきたいと思いますけれども。60年経ちました。そうなんです、STB ラジオは開局60周年、本当にありがとうございます。この60年分の、ね、感謝の気持ちを形にしまして、昨日今日と、ね、こちらのですね STB ラジオハーベストフェス2022ということでお届けしていきます、はい。このステージの模様ですね、 STB ラジオの公式 YouTube チャンネルで全世界に配信、そして、私たちの本業ラジオの放送も現在ですね STB ホールで、生放送中ということで、ラジオの放送と、そうです、カメラ、生配信と2本立てで昨日今日とお届けしておりますので。そうなんですよ、はい、放送とこういうウェブ配信っていうの、生配信っていうの、はい、これを同時に2本立てでやるっていうのはもう STB のなんだろう、やってみたいって悲願だったのね。そうなんですね。それがもう STB ラジオができて60年目にして、はい、もう初めてなんです、チャレンジが。だから皆さんはもう承認だね。そうです、生き承認です、皆さん。もう、ね、あらら、2回もたくさん来ていただいております。どうもありがとうございます、ね、スタンド席の皆さんありがとうございます。いや、ありがとうございます。2階3階にもずらりとたくさんありがとうございます。あの2階3階の方あれやね、はい、ちょっと上から覗いて見てみて、ええ、つまんなかったら買い物行こうっていうスルッといなくなっても分からないからみたいな。ここはもう固定客アリーナ席はもうですね、はい、がっちりと早いお時間からありがとうございます。固定客ですもんね。で、今日ね4時までです、はい、ここのステージは4時までですから、とにかくもう存分にお楽しみいただきたいと思いますよ、はい。で、余韻をね、楽しみたいって方が昨日もいたのよ。余韻も今日おしまいっていうのにまだ座ってらっしゃる方がいた。はい、嬉しいことですけど。そうですね、アリオ札幌さんのご迷惑になりますからもう椅子ごと撤収いたしますから、4時になったら帰っていただきましょう。いやいや、まあまあね、はい、はい、時間守っていただきましょう、はい。じゃあで今日です、ね、簡単に今日はどんな珍獣が出てくるのか。そうですね、うん、珍獣ラインナップ参りましょう、はい。まず私たちが出ました、はい。そしてしこの後ですね、もうスタンバイしております、陽平さんです、昨日は STB ホールでのライブの方の司会もされてたんですけども、うん、今日この後陽平商店のステージということで10時30分から、そしてその後に、あら、幼児さんがまたいらっしゃいます。幼児の時間11時10分からを予定しております。お、それはもうオープンにしてるんですか？誰と誰と木村幼児がやるっていうのは。まあ、オ
ップになってますね。あのホームページ見ていただければざっくり載っておりますので大丈夫です。それ誰と誰ちょっと確認なんだけど、です木村洋二さんと藤井幸太郎さんと、はい、お待たせしました可愛子ちゃん、庭野ほのか新人アナウンサーが参りますので、うん、なるほど、はい、あのですね皆さんそこをまっすぐ行かれて左手ですからトイレはね、何の話ここでしょう。今日はここじゃないかな、ここじゃないかなと思います、はい、それで、はい、その後11時50分からはランランのルンルンステージということで新旧のランラン号が登場いたします。恐ろしいことやりますね。ね、恐ろしい、いやいやいや素晴らしい、はいはい、そして12時30分からは工藤純喜の十人十色見る JJM ということで、はあ、はい、工藤純喜さんとシロップも登場するらしいです。はい、すごいですよ工藤純喜さん、ちょっと太ってますからね、どうぞ新となってしまいましたどんな情報ですか。新となってしまった、みんな純喜派ですよ、どうします。映画撮るんだってね番組で。あ、そうなんですよ、純喜さんこれ話題になってんです今。そのね、あの純喜さんの映画のお話も1時35分から、はい、ございますし、盛りだくさんやな。そうなんです。でその前1時にですね、これ私一番初めて、ペロペロキャンディーステージ、はいペロペロキャンディーステージ、もうアイドル、はい、女の子たちと藤井幸太郎さん、ペロペロキャンディーさんっていうアイドルさんなの。あ、グループ、はい、あ、そうなの。藤井幸太郎さんの、はい、愉快なステージ楽しんでいただきましょう、はい、が1時から、はい、あ、拍手してくださってる、ありがとうございます。ペロペロキャンディーのファンなの。あ、違うの、誰、藤井さん、あ、藤井さんのファン、持ってるな幸太郎、嬉しい ね、 ね、はい、うん、そして2時からはノックオンザレインボー番外編ということで、ケンタさんと愉快な仲間たち、多分本当に愉快な仲間たちが集まるんだと思います多分本当に友達になれるかななりましょう。いや、ケンタさんと愉快な仲間たちと、ええ、大丈夫ですかね、友達になれますかね。なりたいわ、はい、頑張ります、はい、そして、2時30分からは八幡村岡反省会ということで、朝耳の八幡純さんとリクエストプラザ水曜日の村岡圭介さんが登場します。メンズ2人が来るんですけども、私もちょっとお邪魔したいなと思ってますし、3時15分からは川村道夫の桃栗サンデーということで、道夫さんと吉子さんにご登場いただきます。これは下手なこと言えませんよ。そうですか、下手なこと言えない。川村道夫さんとおなじみの吉子さんが、はい、トーク、そうです、ね、トークショー、はい、あのいろんな節約レシピソングということで歌うのかな、歌っちゃうの、もしかしたら、はい、すごいね、ねえ、うん、そんなとこですか。そうですね、で4時でまた我々のエンディングということになります。はい、昨日はね、あのシークレットゲストっていうんで皆さん聞いてくださいました、松山千春さんだった。そしたら当然お客様今日もって思うじゃないですか、はあはあ、いないのシークレット、いるっつったら嘘になるしね。まあまあそうですね。ただね、ええ、昨日ね弊社、うちの会社のね、はいはい、社長がウクレレやったんですよ。オープニングでしかも本人曰くね、どうも納得いかないってわけ。あら、だからひょっとしたらそのウクレレを持って乱入するっていう可能性があります。だってあれ選曲するのもすごい本人悩んでたんですよ昨日。うん、これが一番うまく弾けるとか。そうなんだよね。そうなんですよね、社長。ですから、まあ、社長が乱入したらそれがシークレットゲストとだったんじゃないかなっていう、うん、そんな風に理解していただきたいと思います。そうですね、はい、はい、もう時間か。あ、まだ大丈夫だったね、喋っててね。え、時間ですか、あれ10時半、待ったら誰が誰が来てんの来てんの。あらあらーね。しかし陽平さんのステージです。この後はすごいよね、陽平さんのバックにも、はい、ものすごいメジャーなその何企業がついてるっていうね。え、陽平さん、奈良ちゃんなんかもフリーランスやから、あんたそういう風なの、うらやましいでしょう、うん、そうですね。その辺のノウハウをちょっとぜひ陽平さんから学びたいと思います。その腕をやっぱり磨かなきゃ、ね、あんた胸を、あ、腕を、はい、もう自分で言うようになっちゃった。いやいやいや、胸じゃない、何も腕腕腕腕腕腕腕、はい、大事なことを言うの忘れてました。大事大事、はい、1600円で幼児カレンダーというのを先行発売しております。それ大事なんですか。大事さ、大事か。実数はね言えないけれども、はい、関係者がもう会社に戻ってきて、はい、みんな舌打ちしてました
そんなはずじゃねえんだよ、ま、だもっといけるんだよ、まだ売れるよって。2日目に命がけ2日目今日命がけです。あのあれですか、あそこですか、場所は同じですね、ロフトのところでしたかね、はいはいはい、ねね、ロフトさんの前をお借りして、はい、あのこそこそやっておりますね。 STB ラジオの取締役木村洋二さんのカレンダーが販売されてますので、よろしかったら、ね、そうです、はいね、一回お食事に行くと思って買えば ね、 ね、もう平民 T シャツ10枚買ってる場合じゃないですよ本当、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあいよいよ、はい、洋平師匠が、はい、この後はそうですね、はい、どうぞどうぞ、はい、いやいや、はい、お待たせしました、満を持しての登場になります、洋平商店のステージ、洋平さんの登場、大きな拍手をお迎えください。